はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、メリークリスマスということでね、今日はね、メリークリスマスじゃイブ、クリスマスイブなんですけどね、まあ、あいにくの雨でございます。まあね、まあ雨のクリスマスなんですけどもね、今日はね、病院でございます。歯医者ですよ。まあ、世間様からはね、なんでわざわざそのクリスマスイブに病院なんてね、そこの思われますけどもね、あの前回の通院で、次回は1月の何日ですよって、ね、告げられて、また日焼くやんって思ったんですよ。でね、そのまあ日焼くからね、もう年なんかまたいだら、またこの、なんていうんですか、歯悪化したらどうしようかなと思ったからね、もうすかさずね、年内ありませんって聞いたらね、じゃあ24日でって言われたので、ね、もうその日に決めました。もうね、もう早くね、治療をしていきたいという気持ちがね、すごい大きいんですよね。まあラッキーなことにね、まあ今日という日がね、この予約の枠が空いてたのでね、ちょうどよかったです。もうあれからね、歯の調子はね、まあすこぶる絶好調でね、もう今のところはね、痛いところはありません。もう前回までね、僕をひどく苦しめていた、奥歯とね、こっちの奥歯とね、親知らずなんですけどもね、まあ、今回からはしばらくそれらを置いといて、他のね、小さな虫歯をやっていく方針です。まあ、おかげさまでね、その小さな虫歯たちはね、今痛くないんですよ。痛くないんですけども、まあ、このまま放っておいたら、まあ、必ず痛みにね、襲われます。それは嫌です。でしかもね、僕の場合はその免疫抑制剤というものをね、飲んでいるためにですね、虫歯の進行にね、スピード感がすごいありますのでね、まあ、早いうちにね、手打っとかんとね、いけないんですよ、それらをね。でも今までのこのね、小さい虫歯たちがですよ、悪化してないことにね、こう、奇跡を感じてますけども、まあ、先日の動画でもね、お話ししてたんですけども、その歯のね、この歯根部分って覚えてます？この歯があったら、その歯茎があったら、歯茎が下がってくる、この、この歯根部分ですよ。この歯根部分がすごい黒くなってしまっているところがね、あるんです。虫歯になってしまうとね、歯の表面の部分がね、黒くなってしまうのはね、まあご存知のことだと思いますけどもね、まあ、これはね、虫歯菌によって、歯を形成しているミネラルっていうのが溶かされて、溶かされた場所にですね、食品などの色素ってあるじゃないですか。ああいうのがね、こう沈着していくことで歯が黒くなっていくと考えられています。歯の表面に見える黒い点っていうのがね、小さくてもですね、恐ろしいことにですね、虫歯が小さいとはね、限らないんです。歯の表面にあるエナメル質っていうのはですね、非常に硬い組織なんですけどもね、そのね、内側にある象牙質っていうのがあるんですけど、それがね、すごい柔らかい組織なんですよ。そのためにですね、その虫歯が進行するスピードもね、象牙質の方がね、非常に速くてね、エナメル質にはね、わずかなね、黒ずみしかね、なくても、歯の内部の象牙質っていうところがね、もう虫歯切りにね、めちゃくちゃ溶かされているケースもね、あるんですよ。まあ、そんなね、虫歯の進行度合いっていうのをね、正確に把握するにはですね、レントゲンをね、する必要があります。まあ、その歯が黒くなるっていうところでね、まあ、考えられる原因の一つとしてはですね、着色汚れというのがね、考えられるんです。先ほども言ったやつが、色素沈着ですよね。歯っていうのはね、その色の濃い食べ物やね、飲み物によってね、徐々に徐々にね、着色していくんですよね。特にそのカレーとかね、チョコレート、ケチャップ、ブドウっていうのがあるじゃないですか。あとブルーベリーもですけどもね。そんなんはね、歯のね、着色汚れの原因になります。飲み物ではね、赤ワインやね、コーヒーやでしょ。あと紅茶のものね、代表的です。これらをね、食べたり飲んだりすることがね、多い人っていうのは、徐々に色素が濃くなって、歯が黒く見えるようになってくることがあります。そして怖いことにですね、ただ歯が黒いのだけではなくてですね、歯にね、付着してる歯石が黒いために、歯が黒く見えるケースもあります。
これは怖いですよね。そもそもね、歯石というのはね、プラークっていうんですけどね、歯垢ですよね。歯垢っていうのがね、その唾液、口の中から出る唾液に含まれる成分によってね、硬くなった塊のことなんですよ。通常ね、歯石っていうのはね、クリーム色っぽい、こう白っぽい色をしてるんですけどもね、歯茎の近くとかにある歯周ポケットに付着している歯石っていうのはね、血液の成分とかを含んでいるためにですね、黒っぽい色をしてます。特に歯周病にかかっている人たちっていうのはですね、歯茎からの出血があるためにですね、歯石も黒くなりがちです。また歯周病がね、悪化してしまうとですね、歯茎が痩せて、僕のようにね、この歯根部分がね、露出してしまいます。そのためにですね、その歯茎に隠れていたね、黒い歯石がね、こうパッとこう目立つようになることがね、あるんです。まあ紅茶を飲みまくっている僕はですね、もう結構こんなスピードで色がね、沈着してくれてるんだとね、考えられますよね。その沈着だけならね、まだマシなんですけどね、まあその部分をね、黒い部分っていうのをね、爪楊枝でね、ちょっとね、こう刺激したらね、痛みが走ることがあります。これはね、きっと内部がね、虫歯になってるんでしょうね。もう嫌やわ。まあ、今回の歯医者からね、この歯根の黒くなった部分と、その中をなんとかしてもらいたいのがね、もう新しい僕の希望です。その思いをね、一体にね、もう時間なのでね、今から行ってまいります。また結果はね、明日の動画でお話しします。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。